なぜなら俺は目立つのが苦手なのだ。別に陰キャラってわけじゃないが、ああいや、そもそも俺には陽だとか陰だとかそういうのが煩わしいんだ。むしろその平凡で退屈な学生生活を送るために俺はここまでやってきた。胸の奥から聞こえてくるこの音は一体、ああ体中が熱い。こんな感覚初めて。彼女は地味すぎてクラスの誰からも認知されていないのか。もうここが地味だろ。失礼します。ずっとあなたを待っていた。話が早いわね。